靴だけ派手だいいっすね。ちょっとシャツを似合うのがどうなのか。そうそう、いや、かっこいいよ。面白い部門の面白い部門って何を顔か違う雰囲気雰囲気ってことは顔と顔とあれでしょ。それでもイケメンランキングの中のイケメンランキング、面白いランキングじゃん。違うイケメンコンテストの中の面白い部門に。そしたら僕はあの ニコちゃんマンクの T シャツに着てますね。はい、顔怖いです面白い部門ニコで、ニコでいるニコっとねえどう思いますこの辺、見てもらってねずっちです、ねずっちになっちゃう。違う整ってないんです。片方でお願いします整ってないんで整ってないんで、そうですね、そうですね、片方で、はい、あ、いいですね、あ、いいですね、はい、いきます。ネズッチみたいな、ネズッチですってね。ちょっと右側に体重寄せれますか。こう。そう、いいですね、いいですね。別にかっこいい部門じゃない。でもイケメンなんです、だから。プロモーションビデオみたいななんか作るじゃないですか、ユニフォーム着て。ああ。あれより緊張する。はい。僕だって私服見せんもん。まあ、そうだよ。難しいですよ、ね、世の中そう、お笑い芸人本当大変ですよいいスーパーマンっぽいな。いいですね、いいですね、素晴らしい。恥ずかしい距離数みたいな感じ。指輪った後でまたもらいます。あ、いいですね。こういうのにしますか。日本で。あ、そうだ。なんかさ、液晶みたいな。はい。OK です。YouTube 用に。はい。コメントを。コメント。はい。はい、今回ですね、はい、イケメンコンテストで、はい、面白い部門2位にランクインされたんですが、はい、2位、なんか中途半端ですね感想はいかがですか。来年1位になれるように頑張ります。ちなみに1位が柳さんだったんですけど、あ、勝てんな来年頑張りましょう。勝てない、ちょっと、まあ、僅差で2位とかね、今年は多分大差ついてると思う。あと、あの普段そんなに私服着る機会ないかと思うんですけど、はい、なんか私服着られるときに気にされてるポイントとかあったりしますか。靴。お。靴が映えるように、映えるように、お、あの服は着てます。靴がお好きなんですね。靴はお好きです、はい、結構いろんな種類持ってる、はい、有名なので、僕が靴好きなの有名なので、ご覧にリンク貼っておきます。何のリンクですか。何だろう、何かあるえ、ジョブ中貼っておきます。あの可愛い部門で、はい、ネオさんと岡林さんがランクインしたんですけど、はい、なんかお二人可愛いな、僕が可愛いでしょお二人可愛いなみたいな、人懐っこいですね、二人ともね。普段から結構普段から、はい、可愛い、向こう絡んでくれるんで、うん、かっこいいランキングで1位が梅津さんだったんですけど、え、ほんないな梅津さんのかっこいい、梅津さん、はい、梅津さんね、かっこいいですからね、足も長いし手も長いし、
顔もいいし、背でかいし、スタイルいいし、悪いとこないわ。投票してくれたファンの方々にメッセージをお願いします。ご投票ありがとうございました。2位という結果になりましたが、来年はしっかり1位取れるように、メディアにも取り上げてもらえるように頑張りたいと思います。また野球の応援もよろしくお願いします。勝ちがま変わっちゃう。いらない。こんにちは。こんにちは。わあ、きつ。ちょっと。こんにちは。うわ、やだ。めちゃくちゃ恥ずかしい。やだ。ダメダメダメ。お願いします。お願いします。ちょっと戻ってきてください。めちゃくちゃ恥ずかしいもん。お願いします。出来上がりました。撮影に協力。いいグズができてよかったです。ありがとうございました。一つ一つ行きましょう。一つ一つ。どうですか、メモ帳。いらないです。いらないと思います。全然いらないです。全部いるじゃん。全ページいるじゃん。もちろん。表紙だけじゃないですよ。やだな。自分の私服見せるっての。やだ。いやだ。これまただって家にあったらちょっと嫌じゃない。いやいや、どうですか気持ち的に。いや、ファンの人はこっちとこっち比べたらどっちですか。こっちでしょ、それ。いやいや、これはもう人それぞれじゃないですか、やっぱり。いや、ちょっとなんか駅長さんみたいじゃない。駅長さんノリノリって出発進的なノリノリでポーズしてくださったじゃないですか。あの時はね、メリと勢いでいましたよ。それを使わせてもらいました。ありがとうございます。あのタオル2種類、センターを貼ったというのは前田敦子みたいですね。どういうこと。やべ、爆発させられた。ネオさんがでもなんで小笠原さんがセンターなんですかって言ってたっすか。言ってました。あやっぱこんな。だって僕だけですもん、ゾロ目が。これはゾロ目真ん中にしといた方がいいでしょ。そうですか。そういう問題なんですか。そういう問題でしょ、見栄えの問題で。来年もコンテストやっていいですか。いいや、僕除外でいいです。除外とかはちょっと、僕もいいです。大丈夫です。わかりました。これどういうことですか。わかりました。もう大丈夫です。このアングルで見てください。このアングルでお構いなし。このアングルでお構いなし。何？顔なくそういう。ちょっと顔なくすっごい顔なく。岡林さんもでもなんかもうコンテストは僕はいいですって言ってました。いや、あいつは入れてください。おちゃらけイケメンコンテスト、おちゃらけ部門。おちゃらけ部門。上下関係知らない部門。ダントツす。満票入ります。どうしますこれ。どうしましょう。どうします。こうできないんですか。どうしてください。血のおちゃら。かわいそうです。金曜日からバンテリンドームに発売されるらしいので、バンテリンドームに来てください。買ってください。オンラインショップでも売ってます。お願いします。いや、大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございました。当番なさそうですけど、当番日にこれ掲げられたら恥ずかしい。あと1個、はい、ゲートのところに、でかこういう
それですね、巨大スポットが、はい、実は昨日からできてます。あ、そうですか。ここであの皆さん、そこでも僕センターですか。そうそうそうなんです。それであの皆さん写真を撮ってもらえるフォトスポットになってます。恐縮です。梅さんかっこいいでしょ。1位です。秋のかわいい1位。かわいい2位の人が。あ、これだったら僕センターじゃない。確かに。そう、これだったら僕センターじゃないの。確かに。丸く収まる。ちょっと見えてます。丸く収まる。ガールズシリーズ来てください。来てね。広報から見て、センター。センター。センターじゃないんですよ。そのキャラじゃないんですよ。いないとか言う。レフトに。こうやって全身こうやって出しちゃうと、これで酒屋とか歩けなくなっちゃう。確かに。これでご飯いけないの。これでご飯いけないんですよ。まあまあ気合いでこのシャツを気に入ったんですよ。なんかったやってしまった。やってしまった。やっぱりこう慣れてないね、イケメンコンテストなるほどね。慣れてないんですよ、やっぱり。初ランクインだから。そう、初ランクイン気合い入れちゃったんですよ。2位だからやっぱ爪痕が細くなったんですよ。ね、年始のジョブチューンと一緒よ。爪痕残しちゃった。頑張って。思いもよらんところで。あ、本当に詳しい話聞きたい人はあのキャンプ中の動画見てください。プロポーズの真相っていう。素晴らしい。来年どんな服にしようかな。1位だったら面白い服着る、本当に。2位だったらまたちょっと気合い入れちゃうよ。それあと残そうとするから。どっちも見たいですね。確かに。どっちも見たいですけど。よっしゃ、たっぷり喋っていただいて35分。そんな喋ったんですか。すいません、ごめんなさい。